どうもこんにちは、ゆくちかです。今日も映画館やっていきたいと思います。それではですね、秋大会以降の今年の春な秋のオーダーを組んでまいりましたので見ていきたいと思います。1番佐渡浜崎でございます。どこにしようかなと思って3番に最初してたんですけど、まあなんかチャンス G だし盗塁 C だし、ここから総力上げれば1番適正超あるんじゃないかなと思って1番にしました。2番堀でございます。この、 メジャーで今トレンドになってる2番打者最強理論あるじゃないですか。2番打者最強理論を取り入れてみました。2番ホーリーでございます。阿部ヒップリヒップリしたら今のチームの最強バッターでございます。で3番がですね、センター辻内です。このなんかメジャーのところって1番いいバッターで、なんかまあそこめっちゃ打てるバッターで2番目にいいバッターみたいな風にするらしいんですよ。っていう風な感じなんで3番辻内です。もういい感じにどんどん打ってくれればもう俺を満足です。で4番白鳥にします。4番白鳥にして弾道上げようかなと思います。でもうホームラン狙い、もうバコンバコンホームラン打ってもらってっていう3年生に縛ろうかなと思います。今まだホームランゼロなんで、ゼロなんで、まあ、これがねいい中2になったらいいかなと思います。で5番がキャッチャーですね、古田さんでございます。チャンス B 流し打ちなんで、まあ溜まったランナーを返しましょうっていうのが目的です。2割8分6厘あって、まあ、そこそこ打率も高いんでちょっと期待したいと思います。で6番がですね、ショート赤尾でございます。ここは継続ですね。まあなんか調子見てこっちとこっち入れ替えようかなというふうな感じでございます。でまあここからは流動性ですね。7番ライト、ラフト、7番ライト、浅間ですね。まあ、この子はとりあえずプルヒッター持ってたんで、まあ、もう使おう、星順で使ってるって感じですかね。で手島ですね、いますっていう感じでございます。でこの子も外野コンバートですね。で9番がピッチャー西森です。打率がどう見てもちょっと低いんで、まあ、9番で様子見ながら使おうかなというふうな感じですね。でベンチ入りが斉藤さん、平成の大エース、ちょっと本当ならエースなんですけど点差入ってきちゃったんでドンマイって感じです。で柳田、ギータじゃないです。でムーちゃん、これがですね総力乾燥してるんでダイソーですね。で山田、これもダイソーで、首藤じゃない、谷藤なんだこれ。まあなんかこっち入れるよりはこっちかなと思ったんで入れました。はい、大曽根、代打だけど外野のそのポチをぼさしてこっちと、まあ、入れ替えるときは使うみたいな感じですね。で谷村と坂倉と岸本ですね。まあ、坂倉もたまに出します。ここの2人はなんで本当に大曽根とかと様子見ながら出しましょうみたいな感じのメンツですね。という感じで今回も頑張っていきましょう。レッツラゴー。いやー知ってました、そういえばセローってあれ世界の終わりの人が出たんですって。お徳永、工藤さん山添までは分かるけど徳永か、いや徳永か、いや徳永だと思うんだったわ。なんかちょっと意外ですね。こんな感じで頑張りましょうか。マジか、徳永っちゃうか。まあ、徳永ってもいいんだけどさ、徳永か、まあ、徳永か。でも2年生いるじゃん、堀とかさ、まあ、星順か。まあ、確かに、まあ、星順で考えると、そうかもしんないんだけどさ、徳永ね、まあ、っていう感じで、ここの練習指示一緒にやっていきましょう。西森は変化球でいいや。変化球バンバン磨きます。どうしようかな。こっち方向一回覚えてさ、スプリット方向にする。いや、こうスライダーにしよう。はい、で、ムータが、どうしてもその帽子がまだ少ないんで、最強のユーティリティにすると。で、山田も同じくですね。山田も、サブコで覚えてきます。まあなんか外野覚えさせておけば、誰かしら使えるでしょう。っていう感じで、堀はどうしようかな。一回守備行こうかな。守備隊で。で、サブコ G。サブコ G。谷藤はもうダイソー、古田さんパワーいいね、緑でしょ。で手地もサブポジ、白戸弾道王、浜崎総力、大曽根弾道王、もうみんな弾道よ、もうみんな好きに弾道をあげてくれっていうのと、赤尾もほんと弾道でいいな、弾道でいこう、弾道4にしてしたら面白いかなと思ってる。通りいいなんで、どうしてもね、まあちょっと渋いところがあるんで、まあ、ホームラン狙いとかでもっと上げてってもいいんじゃないかなという感じです。で、この谷村はね完璧なユーティリティでいいんじゃないかなと思う。
で、ここも、サブポジ。で、まあ、岸本は、回せで、行きましょう。っていう感じで、ここ、普通に、興奮かい。興奮ですかい。じゃあ、ここもう一個2で止まって、ここで来てくれればいいよ。ここで来てくれれば。まあ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 。帰ってけ。黒さん、そろそろ帰ってくるから、それがどうなるか。MVP 取ってほしい。2。黒さん、MVP! ベストライン。ベストライン、OK! MVP 取ったってことは、何かしら金属つきますね。っていう感じで、ちょっとまた卒業式を楽しみにしていただけたらなと思います。な感じで、次回じゃないな。ちょ、浜崎チャンスよ、OK。あ、評判 C。結構きつい戦いになりそうだね。よし、戦いでいきましょう。レッツゴー。選ぶ人がどうしようかっていう風な感じですけど、あのね、ごめん、話すネタがね、だいぶなくなってきたの。どうしようかな。白鳥行こうかな。白鳥行くってなると、あ、まあいいのか。これで帰ればいいや。行きましょう。行きましょう。あ、でも、絶好調か。絶好調ならこの二人で行こうか。よろしくお願いします。始まりました。秋の道大会1回戦でございます。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価していってください。どうぞよろしくお願いいたします。杉並高校対、杉並高校、現実にもあるね。高校でございます。頑張っていきましょう。杉並高校って全あれかな、リアルでも強いのかな。そんなに強いってイメージないな。俺、杉並の方の学校行ってたんですけど、そんなに強いっていう感じしないね。見てみましょう。前評判は C だけど、実際はちょっと下がってたらいいとかね。まあ、強いかも。なんか甲子園戦った後だとどうしてもね。おお、キャッチャーいいじゃん。キャッチャーいいか。強いな。威圧感あるし。まあ、ムードが強いし。まあ、普通か。なんか思ったより普通だな。キャッチャー A ぐらいかな、取り上げて打てるか。じゃあ、ここは引っ張りに行きましょう。いった白戸がもしや、次期覚醒枠か。次期覚醒っちゃう。白戸、次期覚醒っちゃう。いいんだよ、別に覚醒しても。なんか、弾道上げる練習してるね、多分ね。弾道ぶち上げましょう練習してるね。次、白戸の次が辻内。回ってこい。また回るんじゃん。あれか、全然回ってこないか。あー、虫がいる。小林がムカつく。西森、打てるのかね。この子はもうパッティングに期待しない方がいい気がする。なんか思ったより打ってくんないもんね。なんか2割8厘はちょっと予想はしてなかった。浜崎すごくいいになってる。もうなんかいい突破になってくるな。きっと落ちる。 OKセカンド、ああ、これもセーフ、これはヒットになるの？ヒットだよね。待ってね、スコア見て、野手データ。ライトゴロ。ライトゴロ君か。そういえば、フォークスが42イニング連続無失点。すごいよね。42イニングだよ。4試合連続で今無失点やってるんですけど、千賀選手も圧倒的だったし、中継ぎ陣も今完璧だし、なんかすごいね。もう見てて、なんかうちの地域チームめっちゃ強いなと思ったら見て、落ちろ。福田さんはチャンスで打ってくれたらいいんだよ、止めて。それでいい。おいっと、OK リスエース、福田ガンね。ナイスガンね。ノーマット2塁、なんかバリッバリにランナー出るね。なんか思ってる以上にランナー出てびっくりしてる。まあ相手隠、なんか言い方してたけど、隠したっちゃ隠しただけどさ、言うてそんなに打てるのかなって感じ。オッケー、進塁だ。ナイス、セーブ。オッケー、よく走った。めっちゃ足も速いわけではないのによく走ったってなったら、ここはゲッツー以外で転がせ。もう抜いてほしい。強い当たりで打つ、抜く、いけ。エロンドン、いいじゃん。なんかうちのチーム今日点取れるね。で、さっきライトゴロだった川崎。ライトゴロはね、ないよ。ないよ。普通ないよ。OK、見た見た。ライトゴロの欲も晴らそうぜ。ライトゴロはありえないから、本当に。
さっきのセカンドはね、落ちそうなところを直前まで突っ込んでほしかったね。で、ここを走ります。はい、ナイス、ザキナイス。で、うちの今の最強バッターと、まあ、ラッキーボマロつかなくていいんじゃない。阿部比奈々だし、いけ、オッケー、うまい、うまい。これはもううちよ、うちのチームよ。もうこれ表なんで一生コールドなしにできるんで、バカスカバカスカ打ちまくろうぜ、バカスカバカスカ。よいしょ、シュート抜ける、あーショートナイス、ショートうまいね。で、辻内、辻内も急成長、で、堀は走れんじゃね。キャッチャー二塁送球、オッケー、ナイスだ。で、辻内、辻内は2割8分5厘でしょ。まあ、ここら辺だしセーフティーでいいんじゃない。打率も上げよう、オッケー。でここら辺は打率上げに行っていいと思うんだよね。打率上げに行っても、ね、怒られないよ、外されてもセーフ。今さ、リゼロ知ってます？ RE ゼロから始まる異世界生活合ってるよね。あのリゼロのさ、くじがあるのよ。でそれがローソンとかで基本やってるんだけど、なんと今あれでやってるのよ、鶴羽薬局でやってんのよ。で俺結構さ、地元今あの町田なんですけど、町田の方ってね、鶴羽薬局めっちゃあんのよ。めっちゃね、すごいよ、どこ行ってもある鶴羽だったら。なんかリゼロのくじやりたい人でなんか調べて鶴羽にあるみたいなのあったら鶴羽行ってみてください。多分全然あるんで、もう積んであるよ、もう普通に積んである、びっくりするからってな感じで、ちょっと点だけ取られてきます。なんかごめん、適当に出たら点取られすぎた。まあいっか、どうせ6回でもう一回やらなきゃいけないし、まあまあ OK です。で、なんだっけ、まあ結果的に6点取られとけばいいんでしょ。まあ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 、いい感じでやっとけば大丈夫な気がする。西森は3年間ここから多分エース張ると思うんですけど、どうなるのかね。3年間エースだからね、今絶対一塁で交錯してるよ、一塁ランナーと。このまま 1.9 だでしょ。工藤さんに成し得なかった防御率0点台を達成してほしいんだよ。あ、超えちゃった。まあ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 、後で操作をしなくなってよかったっていうふうに思えば、まあ悪くはない、良くもないけど。ワンアウト1、2塁、バカズからもう点取るよ今日は。もう今日決めたから、広角ついたならいくよ。 OK じゃない、やっぱり今週中無駄ね、向かねえな、堀は。ミート打ちの方がいいな。ミートで普通に流しておいた方がいいね。で、白戸。白戸は、なんか、一発が面白いみたいな選手になっちゃってるけどさ、もっと打っていいんだよ、全然。全然打っていいんだよ。OK。あら、これない。なんか、もうちょっとワクワクするような打撃が見たいね。西森。西森は内角でいこう。もうなんか、全部の能力まだ足りないんで、いい感じに上げていこう。次が辻内、西森、白戸のなんか天才組が上がってくれたら面白いと思ったんだけど、辻内がホームラン打ってる。さす4番、さす4番、オッケー。白戸よりも本当は4番向いてんだけど、それはね分かってる、100も承知よ。ただまあ白戸にね、活躍の場を与えてあげたいの。まあなんかメジャーでいうところのさ、さっきも言ったけど4番が最強バッターじゃないからさ、今トレンド。やっぱなんかね、4番はチームで 2,3 番目の打者がいるところみたいになってるけど、まあ、2,3 番でもないの、正直下位打線の方が打ってるからね。まあ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 、なんか平戸が普通だったらね、多分ベンチ外だからさ、天才だから使ってるみたいなところあるから、そこだよね、そこがどうしてもね仕方ないところはある。まあただそれでね、最終年覚醒してくれたら面白いんだけど。浅間行こう、浅間絶好調で、しかも打たない。どうしようかな、手地とかも下ろそうかな、まあ、数値もあるし下ろそうか。そしたら曽根さん行こう、これ頑張れ。あてかごめん、何が1位だった。まあいいべ、まあいいべ、流す、もう広角にかける3だけど、オッケー。うわうわうわ、足にバカうまかったのに、バカにうまかったのに、いやーかわいそうに。もうちょっと使おう、そしたら回ってくるかな、回してほしいね、なんとしても曽根さんに回してほしい。投げくれ行こう、浅間あたりもね、そろそろうまく回していければ OK。 ピッチャーよく反応した、うまい、
そのそしてその投げ方かっこいい。西森は普通に高校時代から中学時代から野球やってました。行きましょう西森。切ってけ。オッケー。天才サス点。肩弱。なんかもうちょっと走りながら投げればよかったり。よし西森。西森はね、打てるならいいんだけど。打てるならいいんだけど、オッケー。西森は打てるなら全然いい。もうこのピッチャーが確か変えいないはずだよ。ここまで来たら、もう後方にしてやろうぜ。いけ、浜崎。いった。レースゴンね。いいね。もういいよ。打てるだけ打ちまくろうぜ。打てるなら打て。それがうちのチームの教訓。いけ。打つだけ打て。アウ。アウチ。マイガーシュバ。三塁打打ったのか。じゃあ辻内が。古田さん、もう一本つないで、オッケー、流し打ち、いぶし銀的流し打ち、うまい。まだまだいくよ、まだまだいくよ。最終回回ってくるんだこれなら。赤尾、赤尾は流せの方がいい気がする。オッケー、うまい。いいね、赤尾もやっぱ渋いね。いいバッティングするわ。で、浅間は代打きます。代打って言ったけど、代打で出せればいねえな。まあ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 、谷藤とか様子見でいきましょう。豪快にお任せでいこうか。お任せます。高校初打席これの、あん、よしやっていきましょう。もうここまで来れば完璧です。まあ限りいいか。ホームラン打たれてもまあここ別に問題はないし。え、 OK。そう、歩かせるのかと思った。歩かせるのだけはちょっとさすがにないよと思ったんだけど、西森 OK で、サルさんも出していい感じに、もう途中出場の経験で貯めていく。緩急でいけ。いや、出す必要はないんだけどさ、なんか出せるなら出そうかなぐらい。今のやっぱうまいな、セカンドショートがうまい。待って西森かー、サメさんダメだったかっていう感じで、ザキ行きましょうか。今日は 1,2,3,4,5,6 打数3安打2フォアボールだから、実質4打数3打数2安打。いけ、もう1本ヒット打ちたいね。ホームランじゃなくていい、もう君にはつなぎをしてた。はい、次堀はね、どうやってもうちの最強バッターです。引っ張れ、ミートで引っ張るの、なんかミートが一番合ってる気がする。オッケー、堀、これはいかないけど、ノットゴンで。オッケー、This is not gone。次の白戸にかけろってことですね。白戸は何なんだろうね。もうちょっと打ってほしいんだけど、個人的には。もうちょっと打てるなら打ってほしい。オッケー、ようやく打った。もうここは別にいくら打ってもコールドにならないんだから。バカバカに打ってほしいんだよね。バカバカの身の能力者になってほしい。で、辻内ツーベース打ってサイクル達成してほしいの。そしたらツーベース。これは平凡なレフトフライ、レフト前進取って、これでスリーアウトチェンジ。てな感じで渋みを出してきましたので、最後頑張っていこうかなと思います。浅間、ペジマ、あとはもう一人適当な人って感じ。誰でもいいんだよな、誰でもいいんだよな。まあ、タイムラあたりで守備力かけとこうか。こんな感じで最後頑張っていきましょう。西森はもうバリバリ完投させます。もうなんだろうな、いい感じのピッチャーになるまでは西森はひたすら出し続けるよ。ホームラン打たれてるのはもう気にしない。気にしたら負けですから。いきましょう西森。いいよ、1点ぐらいは別に、1点ぐらいやろうぜ。今日自責1でしょ、全然いいよ。1点ぐらいやってやる、1点ぐらいくれてやるぜ。赤尾の守備ならヒドにならない。オッケー。普通のショートなら今のはダメなのよ。てかあれだね、横浜の森選手、19歳でしょ。えぐいね、あれは。ショートの守備もめっちゃうまいし、確か UZR プラスでしょ。すげえのよ。また UZR とかシーズンで見る単位の指標ではあるけど、それがね、マイナスにならないってのは、おい、オッケー。おいって思ったら、セーフ。全然そういう風なのがやりたかったとだね、浜崎がね。 OK よ、白戸に迷惑かけようぜ。という感じで無事に勝てました。ありがとうございます。バカバカとホームラン打ちましたね。弾道が上がっていければどんどんいいかなと思うんですけど、白戸しか弾道が上がってない。
っていう感じで、西森もいい感じに上がってるし、白戸も上がってるし、辻内も上がってるっていう感じですね。そんな感じでまた皆さん次回でお会いしましょう。またね。